あらみさん、こんにちは。ゆひこです。それでは今回なんですけども、ファインペイを1ヶ月使ってみた率直な感想を実際に使ってみて思ったメリットやデメリットなどということで、まあ、以前も似たような動画を出したと思うんですけども、その時はファインペイを使う前のメリットやデメリットについてお伝えしました。まあ、そして今回はファインペイのサービスが開始して約1ヶ月ほど経過しまして、まあ、そこで僕が約1ヶ月ほど使ってみたメリットやデメリット、そして率直な感想をお伝えしていこうと思います。 ちなみに以前と内容が少し被ってしまうかもしれませんがご了承ください。それでは先にデメリットからお伝えすると3つですね。まず1つ目っていうのがレジで現金チャージが手間ということで、 これは以前お伝えしたことと少し似てるんですけども、ファインペイでサクッと支払いたいと思った時に残高が足らないっていうことが何度かあったんですよね。まあ、そこで一旦レジでチャージして、そしてお買い切りをするという感じなので、まあ、手間がかなり増えるんですよね。スマホ決済のいいところっていうのはサクッとお買い切りができる感じですが、チャージだけに時間を取られるっていうのがやっぱりネックですね。まあ、今年の秋には無料送金アプリのプリンと連携ができるかもしれないということでしたので、やっぱりちょっとそれが待ち遠しいですね。 次二つ目っていうのは、クレジットカードはファイマティーカードのみ。ということで、先ほどのこととちょっと関連するんですけども、チャージするのに対応してるクレジットカードがファイマティーカードだけなんですよね。これが別のカードが対応していればさらに便利なんじゃないかなと思います。ちなみにファミリーマートとしたら、クレジットカードを持っていない、もしくは銀行口座の連携が難しいという声がたくさんあったので、まあ今回のようなこういったシステムにしたみたいです。まあこれに関してはやっぱりちょっと賛否両論ありそうですね。 次に3つ目っていうのは還元率が低い、0.5%還元ということで、現在ファインペイは今月いっぱいが10%から15%の大型のキャンペーン中なんですけども、それを抜きにして、通常時ファインペイでお買い物をした場合の還元率が0.5%なんですよね。なので200円につき1円分のボーナス付与ということになります。まあ分かりやすい例で言うとペイペイですね。ペイペイは通常のお買い物をしたら3%の還元がされるので、ちょっと0.5%だと物足りなさを感じました。 次にメリット3つお伝えしていこうと思います。まず1つ目っていうのはポサカードが購入できるということで、僕の動画ではまだお伝えしてなかったんですけども、いわゆる Amazon のギフトカードや楽天のポイントギフトカードが購入できるんですよね。なので、例えば Amazon ギフト券をファンペイで1万円分を購入したら、 でででで1万円分分そそしししてててれれにに加えて購入したたたのののファミリエのボーナスががももらうことときるので先日開催されたプライムデイでとても役に立ちましたね次二つ目っていうのはクーポンが豊富ということでこれは思ったより良かったですねこちらの写真は一部なんですけども僕も何枚かすでに使ってますがちょくちょく何円引きとかがもらえるのはやっぱりいいですねクーポンによってはスーパーとかドラッグストアで買った方が安く購入できるものもありますが中にはファミリーマートでしか置いてない商品の割引のクーポンもあったりするので それに関してはいいなというふうに思いました。次3つ目。y p ペ y を使ったら一部安く購入できる商品があるということで、こちらは以前動画でも紹介しましたが、こちらの商品のラベルを見てもらったらわかるように、 ファインペイを使えば少し安く購入できる商品があるんですよね。以前のファインマティーカードを使えば安くなる時のキャンペーンと同じですね。まあ他にも10%から15%の還元のキャンペーンだったり、公共料金が払えたり、コーヒーのスタンプが貯まったりといろいろあるんですけれども、まあこれまで何度か紹介してるので今回は省いてます。全体的に通して率直な感想としたらかなり使いやすいんじゃないかなと思います。というのもファインペイ自体が ファイマに特化しているので、一見ファミリーマートでしか使えないので、あまり面白みにかけるかなと思いきや、結構サービス、機能がまあかなり充実している印象でした。まあ最初の頃はアプリが重たかったりと、何かとトラブルもあったんですけども、その代わり、ワビボーナスの配布だったり、 まあそこら辺の結構柔軟に対応してくれる印象も良かったですね、まあ、今後のファインペイの動きにも注目していきたいと思います、まあ、そんなこんなでファインペイを1ヶ月使って率直な感想を実際に使ってみたメリットやデメリットをお伝えさせていただきましたもしですねファインペイを使って何か思ったことなどあれば下のコメント欄に書き込んでいってくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました